里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さて、はい、もうミスターロッテともいえる福浦和也選手が間もなく引退されますね。そうですね。まあなんか時は来たみたいな感じですよね。いずれやめますから。そりゃそうですよね。でもだからやっぱね、あの僕だけが冷たい人間なんですよ。あのそういうのにね、まあまああのいずれやめるからねっていう常にドライ。いやいやもうまあファンの人はね、いやそうもう一生見えないんですけど、うん、はい、まあほぼ今年も見えてないんで。まあそうです。今年一試合も ね, ねないんですよね。うん、うん、なんて言うんでしょう。まあ私はもともとロッテファンとかではないですけど、でもファンの中でやっぱり福浦さんってちょっと神格化された存在というか、なんかわあ、そうそう、福浦さんだ、普通のお兄ちゃんみたいな感じですよ。本当ですか？本当ですか？はい、それだってずっと一緒にいましたから。まあ確かに。ほぼ。うん。まあだから今日は里崎さんにそのまあファンは知らない福浦さんというか、はい、福浦選手のことをちょっと教えてほしいなと思うんですよね。だからまあ僕福浦さんの一つ下だったんで、はい、まあ年が近かったっていうのもあって、うん、そのまあ入った時はもう福浦さん一軍に行ってて、で僕最初二軍だったんで、入った時の最初の数年はそんな接点なかったんですけど、はい、一軍に行き始めて福浦さんの体って。最近の福浦さん見たら分かると思うんですけど、はい、すっごい痩せてると思うんですよ。スリムですよね。あれなんでかっていうと、はい、福浦さんはもともとああいう体の体質なんですよ。へー。それをハードトレーニングでハードワークで作り上げてガチコーンになったんですよ。あ、そうだったんですか。だから僕みたいなのはもともとこういう体型だから、はい、トレーニングしなくなってもそんな体型って変わらないんですけど、はい、その作り上げてきた人ってやらなくなったら落ちていくんですよ。へー。で、じゃあトレーニングやってないのって思われがちなんですけど、うん、やってないんです。できなくなるんですよ。体力的にってことですか。これ僕らも、まあ、ベテランになる選手全員そうなんですけど、うん、はい、気力はあるんですよ、うん、で練習の仕方 もう年々知識が増えていっていっぱいになるんですよ、はい、でも気持ち若いんで、うん、練習やりまくるじゃないですか、はい、怪我するんですよ。あー、やっぱり体力の衰えっていうところはやっぱり本当にくるんですよ。あるわけですね。だから練習しなきゃ上手くならない、うん、練習がバリバリもうゴリゴリ練習してきて、はい、ここまでなってきたっていうのもあるからやらなきゃいけないと思うんですけど、やりすぎたら怪我するっていうところの最後のこのやるやらないが難しくなってくるんですよ、はい、でそこでハードワークが保てなくなって落ちていくんですよね。へえ。でもそれやっちゃうと怪我するんで、はい、だそこがベテランになって難しいところなんですけど、うん、福浦さんもトレーニングも考えしてたんですよ、はい、ベンチプレスも100段10キロなんか上げてっていうところもあったり、練習もとにかく真面目なんですよ、うん、一回どっかで言ったかと思うんですけど、裏方ドラフト1位って言われてた、ね、はい、言ってましたね。選手があそこまでなるのは、はい、並大抵の練習じゃなれないと思うんですよね。だからオフもそうだし、はい、あの試合ね、シーズン中もそうだけど、もうハードワークであそこまでになったんですよ、うん、はい、で、まあ、僕の一番のもうあのモットーっていうか、あの一番上手い選手と一緒に過ごすっていう。へー、それが佐藤さんのモットー、はいはい、だって一番すごい、一番能力高い人に教えてもらうのが、はい、一番近道じゃないですか、上手くなるのって僕は思ったんですよ、はい、でその時にもう残念、もう申し訳ないんですけど、はい、チーム監督コーチも全員見渡した中で、はい、もう一番うまいのが福浦さんしか見えなかったんですよ、バッティングは。バッティングはね、はい、だからもうだって6年連続3割持ってるし、はい、首位打者も取ってるし、うん、ってなった時にそれはもう福浦さんに教えてもらうしか弟子入りやろっていう、はい、で福浦さんに、はい、あの練習とかも一緒にさせてもらっていいですかって言ったりとか、はい、トレーニングとかも一緒にさせてもらっていいですかって言って、はい、どんどん仲良くなっていったんですよ。だから最初鹿児島の鴨池っていうところのところで2月キャンプしてたんですけど、はい、その時にも最後一人で残って一番練習してたのは福浦さんです。最後の最後まで。本当に努力家なんですね。そうそうそう。だからあのメイングラウンドとサブグラウンドとか室内とかトレーニング場、はい、鹿児島分かれてたんで、メイングラウンドも最後も福浦さんしかいないですよ。ロングティーしてるんですよ。でそれを一緒になってやらせてもらって、もうこれはもう全員やった方がいいと思うんですけど、うん、あの前から投げてもらって、はい、まあ、もちろん前から投げる人ネットありますよ。前から投げてもらってそれをセンターバックスクリーンに入れるんですよ。へー。だからね、投げ横から投げてもらってレフトとかライトに入れるのも超簡単なんですよ、はい、正直。でもまっすぐ投げてもらってまっすぐ打ち返してでバックスクリーンに入れるって、もう正しいポイント、正しい体重移動、正しいフォロースイングがないと絶対入んないんですよ、うん、どっちかに引っ掛けちゃうん で,、はい、でそれを福浦さんと一緒にやらせてもらって、はい、お互いがどっちがバックスクリーンに多く入るかっていう、へー、
それを残って2人で試合やってたんですか。そう、ずーっとやるんですよ。で、体重、ボールの、そのボールの飛ばし方とか、体重のぶつけ方とかも全部真似しながら。で、僕、あの、よく言われるんですけど、はい、左バッターの真似するんだねってよく言われるんですよ。右なのにって、はい、右は右じゃないのって言われるんですけど、あの、鏡見てるみたいですっごい真似しやすかったんですよ。鏡って左でしょ。そうですね、鏡の先は、はい、だから、徳浦さんが鏡の先なんですよ。で、鏡の先、鏡見ながら、あ、こういう感じかって言って、はい、ずっとやってたんですよ。あと、ビデオとかもすごかったんですよ、ビデオの見方。今はね、はい、ロッテでもビデオ室も大きくなったし、多くの選手がそのビデオとか映像を見ることによって、うん、ビデオを見る順番待ちが、はい、多分今の選手って起きてるんですよね。僕が引退間際の時もそうだったんで、うん、その時、ビデオ見てんの、福倉さんだけだったんですよ。え、この人見てなかったんですか。まずね、VHS なんですよ。はい、ビデオテープなんですよ。ういう、はい、でそれにブラウン管のテレビだから、はい、でしかもそんないっぱい機材があるわけじゃなかったんで、テレビ1個、ビデオ1つみたいな、はい、だったんですよ、ロッテ、はい、でそれで福浦さんがずっと見てたんですけど、でそれはもうついてずっと見てた。福浦さんが研究してるのを横でずっと見てたんですよ、はい、福浦さんのやつを、はい、でテープ貼って、何のテープ？あの セロテープでも、はい、あのテーピングでもテープ貼って、はい、バットの角度とかをまずやってで違うビデオ持ってきて、あの前年のやつとかで入れて、はい、まあ、大体マリンと同じとこから撮ってるんで、はい、そこに重なってるかどこがどう変わるとかとか、バッティングフォームがどうなってるかとか、そう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 です、はい、あとは同じとこから撮ってると、あれちょっと今日後ろの看板のあの字が見えてないとか、はい、逆に見えてるとか、はい、っていうのを見ながら、その意識と映像の誤差で自分の感覚を直していくっていうのをずーっとやってたんですよ。だからもう出したり降り、出したり入れたり、出したり入れたり、バー並んでて、忙しいシーズン中に何時間もかかりますよね。そうです、だから1時間から2時間ぐらいずっとビデオ見てるんですよ。で、遠征先では石田さんっていう、はい、そのスコアラーのビデオをしてくれてる人がいて、はい、で昔はビデオルームっていうのがなかったんで、はい、その石田さんの部屋がビデオルームなんですよ、はい、でそのビデオルームに行ってずっと見るっていう、はい、で遠征先ってみんな飲みに行ったりとか遊びに行ったりしないんですか。行きますけど、はい、帰ってきてから見たりとか。あ、勉強は行ってから怠らないんですね。怠らないです。うわ、すごい。でそれで一緒にずっと見てた、はい、福良さんが1時間か2時間見て、はい、15分ぐらい僕のやつを見てくれるっていう。優しいですねっていうので、ビデオの見方とか分かってきたんですよ。はい、どうやって研究するんだっていう。そうそうそう、あ、どういう見方するんで、それを見て、うん、今度自分の守備の時に相手のバッターの見方、あ、ここちょっとで、シャドーマンって言ったでしょ、はい、そっからシャドーマンが作り上げてきてるわけですよ。あ、これ影が見えてる、影が後ろ見えてないっていうのね、はい、あ、じゃあシャドーマンのもう根本は福良さんからあったってこと。そうそうそう、そこで、福良さんはシャドーマンやってないですよ、そこで僕からそこから発生させて、うん、研究の仕方ですね、大きく研究仕方を勉強してきたっていうのもあるから、福良さんいなかったらね、もう今頃 YouTuber で野球の話しない YouTuber になってるだから、あの自主トレとかの時とかオフの時は、あの夜中に植えてくるらしいんですよ。お化けと間違えられるってカチャカチャ音が鳴ってるから夜中に、マリン夜中でも使えたんですよ、はい、主演さんに開けてもらえば、はい、でそれで夜中とかでも植えてだけしに来たりとか。いつ寝てるんですか。まあまあ寝る時間あるでしょうけど、でやることやってから練習来るんですよ。今年結果出した人とか、はい、ルーキーじゃなくてもね、はい、だからね、休み方っていうのを完全に休んじゃダメなんですよ。ちょっと練習しないとねっていうところを継続してきてっていうのもあったりとか、あとね、一時運転手してました、福倉さんの。ドライバーですか。オフのゴルフ行く時に、はい、僕船橋に住んでて、福倉さん家の家も、まあ、近くはないんですけど、うん、ゴルフ場に行く道だったんで、はい、あの福倉さん家に寄って乗せて行ってましたえ、一緒にゴルフするってことですか。そう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 、行く時に。いや、なんか佐藤さんの今のこの性格をね、まあ、今一緒にやってて思うと、うん、そんな効率悪いことやってられっかって、自分に言った方が早いじゃないかみたいなこと言いそうな性格に思えるのに、でもそうやることによって、うん、1分の知識を学ぼうっていうね。もう1時間の中の1分の知識を学ぶんですよ、結果的にそんなことは考えてないですけど、はい、一緒に行きましょうみたいな感じだったんですけど、はい、結果的にそうなってんちゃうかっていう。だからなんかね、いろんな業界とかの弟子制度はね、いいんですよ。そうですね、一緒にいることによって学ぶことって多いじゃないですか。付き人制度とかいろいろありますもんね。だからみんな最近ね、楽して活躍しようとしすぎですよでもどうなんですか、その人柄というところはやっぱり素敵な方なんですか。いい人ですね、珍しく、プロ野球選手では珍しく、あのね、プロ野球、僕は、はい、いい人は一流になれないと思ってるんですよ、はい、やっぱり、うん、腹、僕ぐらい腹の中がドス黒くないとだって蹴落としていかなきゃいけないわけですか、うん、福良さんドス黒いんですか。めっちゃいい人、珍しい、ホワイトなんだあの数少ないプロ野球界でも珍しいパターンです、ね、はい、ホワイトなのに活躍した方っていう。そうですね。へー、
なんか本当に千葉出身でずっと千葉一筋でやってきて、うん、なんか応援歌とかも私本当素敵だと思うんですよね。なんかこう愛されてるなっていう。でも応援歌ちょこちょこ変わりますからね。あ、でも今最近のやつすごい好きなんですよね。11年ぐらいから使われてるやつ。知らないんですか？はい、俺たちの福浦、知ってますよね。あ、それは知ってます。なんかこれ不屈の闘志を見せてくれた人だけあるじゃないですか、うん、あれは本当にその作った方々が現役を長く、少しでも長くやってほしいっていう。そうなんですか。なんか意味を、思いを込めて作った歌らしいですよ。本人知らないんじゃないですか。かもしれないですね。いやでも本当その通りだなと思って。だからもうね、やりましょう。もう9番ね、永久欠番決定。いやでもファンもそうしてほしいと思ったんで。それでいいんじゃないですか。そうです、ね、多分誰も文句言わない。うん、言う人本当にいないと思いますね。ねえ、うん、だって千葉の習志野、地元出身でなった、はい、で永久欠番、はい、てってでーすよね。そうですね。じゃあ同じような人がいて福浦さんの成績を超えたら9がつけられるみたいな。いやいや、いないっすいない。はい、ないとは言い切れないですけど、うん、別に他にもいい番号あるから、はい、他のつけたらいいんちゃう。別に9番じゃないといけない理由ないやん。でもね、うん、これ残念ながらね、はい、引退して5年ぐらい経ったらね、はい、小学校の子供たちがね、はい、もう誰も知らなくなる。5年だったら大丈夫ですよ。いや、知らなくなります。楽勝になるんですよ。だって5年って小学校6年生が、はい、小学校1年ですよ。はい、あ、そっか。あれ、佐藤さん、まもなくもう5年、もう今5年目ですけど、はい、もう小学生、僕のことほぼ知らないですよ。あ、そうなんですか。はい、誰となるんですか。知ってますけど、はい、あのトンネルズに出てたとか球児園出てたとか、テレビに出てた、朝出てますよねとか、はい、ラジオですよねっていう、はい、もうテレビの人だと思っちゃうんだ。テレビの人になってるんですよ。多分それが過ぎれば過ぎるほどそうなっていくんで、はい、もう今やだって大谷とかすもん、なりたい選手、柳田とか、多分キャッチだったら森とか甲斐とか。そうですね。なんで、忘れられてくるんで、うん、もうバチッと永久欠番で、はい、僕はいいと思うんですけど、ね、名前を残して、はい、だ今後何するんですかね。それどうなんでしょう。でもまあ解説とかもいろいろ内部に入ったりとか引っ張りだこじゃないですか。そうですね、うん、だから福浦さんにね言いたいことはただ一つです。何ですか。引退後楽しいですよ。いやちょっと引退試合本当に見守りましょう。そうですね、はい、引退試合仕事で行けないんですけどね。行けないんですか。はい、じゃあまあちょっと録画とかして。そうですね、はい、見てください。はい、はい、谷保さんの福浦っていうのも最後です。そうですね、はい、今年最初で最後ですから。まあね、はい、あの天気だけが心配なんで、はい、あのバッチリ晴れて、はい、いい引退試合ね皆さんも送ってもらいたいと思います。はい。